根室の花咲港では今朝7時前から棒受け網漁の小型船1隻がサンマを初水揚げしました。初日はわずか264キロの水揚げで、競りでは最高値で1キロ当たり5万4000円の値がつきました。根室のサンマが始まりましたよっていう、皆様にそういう知らせたい、高いとは思うんですけれども、旬なものですから美味しく食べていただければ。水揚げされたサンマは根室の鮮魚店で早速並べられ、1匹300円で販売されました。サンマの棒受け網漁は主力の大型船が今月20日に解禁される予定です。